はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いくね。妖怪ウォッチプニプニ、今ここら辺をやってます。とてもじゃないけど勝てないやつがいるよね。このお松とかさ、まあ、まだ挑戦してないけど、この白虎とか、まあ無理じゃないですか。このお松がまあまず無理。攻撃しても反撃してくるんで、すぐやられちゃうもんね。これクエストで 50% 以上で勝てとか、ポカポカのみで行けとか、もうとてもじゃないけど鬼畜ステージじゃない？動画で、まあ、倒してるところ見たけども、なんだ、必要なキャラクターっていうのがありすぎて、ちょっと、新規勢には無理だな。うん、とてもじゃないけど、反撃無効とか、あと、フィーバー強化とか、そういうのがいないと、無理じゃないですか。まあ、俺の手持ちが、うん、今んとここれなのよ。アースウォーカーのは、マゼラ、で、幻刀に、お松、で、マタロウ、ですね。まあ、ちょっとね、5、60回ぐらいはやったと思うけど、1回も勝てない。とりあえず行ってみるね。行きます。視聴者の皆さんは多分、俺よりも全然、やり込んでると思うんだけども、お松とかって、楽勝に勝てるものなの？こういうやつだって。とてもじゃないけど、なんだろう。心が折れるぐらい、めちゃくちゃ強くって、こんなん勝てないよ。もう、多分キャラがいたら、勝てたりするんかい？これ。キャラが揃ってたら。ああ、もう。もう全然ダメージがもう多すぎて、とてもじゃないけど無理だわ。うん。え？あ、反撃もらった？反撃もらったね。どうしようもない。よし、ビーバー来た。ここで決めればいけるんだな。いくよ。ローリングスクリューからの、おいおいバフかけただけでそんな反撃されたらもう終わりやんか。もうもうどうしようもないです、これ。いや、これはもう無茶でしょ。反撃が来るからバフもできないし、もうどうしようもない。新規勢にはこれとてもじゃないけど勝てないよ。もうこれはちょっと無理じゃない？キャラクターがもうちょっと揃わないと、イベントでは全然勝てないっていうのが、なんか分かった感じがする今回のイベントです。まあ多分ガチャで、義経とか麒麟当てても、多分無理なんだろうな。攻撃しようとすると反撃されるんで。なんで反撃、禁止にできるキャラクターっていうのを、まず、ゲットしようと思います。まあ、例えて言えばあれでしょ？モンストで言うところの、ダメージウォールが、4面全体に出るところに、アンチダメージウォール持ってなくて突っ込んでいくようなもんでしょ？そりゃ死にますわ。まあ、とりあえず、またやっていきます。頑張ります。お金をいっぱい集めて、ガチャ回して、で、それで、ね、必殺技レベルを上げれば、もうちょっとマシになると思うんで、頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。